湖は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ああ、綾野、待ってたよ。今夜もよろしく。お願いします。今夜もサイバーセキュリティの今とこれからがテーマですよね。うん、そろそろ J キャスト取締役の蜷川さと子さんと、株式会社 CISO 代表取締役の那須真司さんがお見えになるんだけど、まだ時間があるなら、マスター、2週間前に私が送ったメールの件、返事いただいてないですけど、どうなってますか？え？メール？あー、開いたような気もするけど、まだ返信してなかったか。ごめんごめん。私の研究に新しい知見が必要で、どなたか紹介してほしいんです。これが完成したら世界の食料問題が。はいはい、もう分かりました。まあ、ただ今はね、お客様がお見えだから、それは後でね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャー。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに J キャスト取締役でインターネットメディア協会理事の蜷川さと子さん、そしてお客様に株式会社 CISO 代表取締役の那須真司さんをお迎えしました。蜷川さん、那須さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず蜷川さんのプロフィールです。蜷川さんは商社系のマーケティング会社を経て、2002年に J キャストに入社されました。2006年には J キャストニュースの創刊に携わり、現在は女性向け情報サイト東京バーゲンマニア、地域情報サイト J タウンネット、さらに新規事業の立ち上げを手掛けるほか、インターネットメディア協会の理事も兼任されています。はい、というわけで蜷川さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう蜷川さん、この浜カフェの大常連でいらっしゃるんですが、改めてこの今取締役をやられている J キャスト、そして、理事をやられているインターネットメディア協会について、それぞれ簡単に教えていただけますか？はい、J キャストはですね、まあ、いわゆる出版社 の、 あの紙ではなくて、インターネットでいろいろな情報、書籍、雑誌みたいなものを出しているようなイメージだと思ってください。で、いろいろなコンテンツをやったり、まあ、受託メディアをやったり、あとちょっと、ですね、実は e ラーニングなんかもやっています。いわゆる教育事業ですね。そうですね、はい、でそういうものを作っている会社です。はい、で、あとインターネットメディア協会は、これもう3年前かなにできた協会で、あのインターネットメディアの環境を良くしていこうと、でインターネットにある情報の信頼性を上げていこうということで活動をしている団体です。はい、というわけで、もう本当にインターネットメディア業界の中の本当にど真ん中にいらっしゃる方ということなんですが、もうこの蜷川さんといえば、この J キャストね、例えば J キャストニュースみたいなものをやられたり、まあ、東京バーゲンマニアとかいろんな面白いあのものを持たれてるわけですが、例えば今年ね、もうだんだん年末にかかってきてるんですけど、はい、今年1年蜷川さんが関わられてる事業の中で、例えばこういったものが人のアクセスが多かったとか、結構反響すごいあったっていうものって、何かニュースとかメディアでありますか？そうですね、まあ、あの今年思うのは、もうコロナネタではなくなったなっていうのはもう明らかに感じます。去年とか一昨年はやっぱりコロナ関連のネタがすごく読まれたんですけれど、もう本当に普通になってきた。で、あとは例えばまあ、トレンドが分かるもので言うと、J キャストの中では J キャストトレンドというのがあって、はい、ちょうど、まあ、来る前に1年間で何が読まれたかなってバーッと見てみたんですけれど、はいはい、ポツポツよく出てきたのはマイナンバーカードの記事ですかね。マイナカードのハウツーもの、なんかまあお得なことも含め、何なのこれも含めが結構比較的上位にポツポツ入っていまして。そうですか。はい、あとは東京バーゲンマニアなんかだと、もう11月に入ったら一気に
もう福袋とふるさと納税関連が来て、 あとは年間でもうコロナ以降はあのフードロスでお得なものが相変わらずずっと読まれますね、うん、まあそういう意味では今ねコロナちょうど第8波が来てるっていうふうには言われてますけど、やっぱりだんだんちょっと我々の意識もコロナ以外の、まあ、正常というか、うん、そういったに戻ってきた、そういうニュースがやっぱり取り上げられるようになってきてるということなんですね。そうですね、もう本当にコロナが終わってきたかなってあの皆さんの気持ちの中では終わってきたんだなっていうのを感じます、ね、なるほど。じゃあちょっと今週もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて那須さんのプロフィールです。国内大手情報機器メーカーにてインフラ系 SE を経験した後、国内大手経営コンサルティングファームにて中堅・中小企業を対象とした経営コンサルティング、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ体制の構築コンサルティングを担当されました。2018年には株式会社 CISO 代表取締役に就任し、長年の知見に基づく独自のセキュリティサービスを提供。その他業界問わず幅広く講演執筆をされています。はい、というわけで那須さん今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。那須さん先週ももうすでに興味深くかつ本当に危機感がもう僕も今高まってるんですけど、はい、改めてこの CISO という那須さんが今あの代表取締役をやられている会社はどういう会社か教えていただけますか。主に中堅中小企業向けのサイバーセキュリティとか情報セキュリティの支援会社でして、うん、で取り組んでることとしてはあの例えばですね、その会社様のセキュリティの状態をちゃんと把握をするためのセキュリティ診断であったりとか、うん、やはりあの中堅中小企業様の場合だとあのセキュリティ対策をしっかりとできる方が人的に不足しているので、はい、まあ、あの分からないという会社様に対してもうあのこちらの方でも全部面倒を見てあげるというそのセキュリティ対策の代行支援であったりとか、うん、全般的な情報セキュリティ対策をやっております。まあ、そういったインターネットとデジタル関係の情報セキュリティ関係特にまあ中小企業向けの、はい、まあ、ご専門家ということなんですが、中小企業那須さんが関わられている、まあ、特に中堅中小企業だと例えばこういう業界から今那須さんに問い合わせが多いとか、はい、そういう特徴ってあるんですか。一つは医療ですね。はい、まあ、先日もですね、大阪の病院がサイバー被害に遭ってしまって創業そのものが止まっているという状況が起こって、病院で創業止まったらもうね、はい、そうですね、命に関わりますよね。命に関わりますね。なので本当にあの救急医療の、まあ、提供している病院なんですけども、そこが被害に遭ってしまって今でも動いてないというかまあ、完全な業務としてはできない状態になっていて、電子カルテとか電子レセプトとかそういったものがもうサイバー攻撃で破壊されてしまったんですね。まあ、そういうその医療系であったりとか、あとはまあ、やはり製造業系もですよね。うん、まあ、製造業はサプライチェーンリスクというものがありますので、はい、つまり、まあ、ちょっと言葉として適切かどうかは分かりますけど、いわゆる1次2次3次下請けみたいな、はい、そういうよりこうセキュリティに対してサイバー攻撃に対して脆弱性の高いところを狙って、はい、でサプライチェーンと呼ばれるところを止めちゃうから他の取引先もみんな困っちゃうっていう、はい、その通りですね。いや本当、まあ、サイバー攻撃どこもやめてほしいですけど、特に病院は本当やめてほしいですね。うん、完全に人命に関わるところなので、本来実はですねサイバー攻撃者も両親がどうやらあったようで、じゃあやんなよな、その病院に対する攻撃というものを仕掛けてなかったはずなんですよ。あ、そうなんだ。で、まあ、その後の話ですけれども実際にそれはロシアのですねまあ、ランサムウェアの系統の、まあ、団体が攻撃を仕掛けたんですけれども、まあ、自分たちは、病院だと思わなかったと。で、ごめんということで、で、実際に病院だと分かったら鍵を渡してたっていうような、そんな発表もしていて、じゃあ誰がやったかというと、ランサムウェアってパソコンの中のデータを暗号化して、それを復元するためにはお金を払えっていう、そういうものですけれども、その、まあ、ランサムウェアっていうのはビジネスモデル化していて、それでまあ、末端のですね、あんまり深く考えないところが攻撃を仕掛けたようだと。で、いう内容があったりとか。なるほど。だからもうロシアのハッカー集団がそういうなんか序列というか、ランサムウェア軍団みたいなのがいて、上の方のね、良心がある人たちはやんないけど、そうじゃない人たちがやっちゃうっていう。
いやー、というわけでちょっと今週もぜひいろいろな話をよろしく、はい、お願いします。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週はですね、よりまあ未来ですね、今後こういうことも起こりうるんじゃないかみたいなことも含めてお話を伺っていこうと思います。まあ、まもなく2023年を迎えるわけですけど、今後のサイバー犯罪どうなっていくのか、それをどう防いでいくのかということなんですが、まずあの那須さんにお伺いしたいんですけど、はい、この近い将来ね、例えば来年とか再来年とか、我々がサイバーセキュリティ、サイバー犯罪でこんなことも起こりうるんじゃないかって何かありますか？過去の流れを見ていくと、はい、ほとんど今のサイバー攻撃の事象っていうのは過去に起こっていることなんですよ。うん、例えばランサムウェアっていうのはですね、インターネットがまだまだ世の中に浸透する以前から存在していた攻撃なんですね。へー。これその時はどうしたかというと、フロッピーディスクありますよね、フロッピーディスクを郵送して、それでガチャンとですね、つなげてアクセスをした端末を破壊するっていう攻撃が実はあって、そんなことまでしなくていいじゃんねわざわざでお金払えて、その振り込み口座が画面上に出てきて、そこから足ついて捕まっちゃったんですけど、その人ね。じゃあ手口は一緒なんだ。そうなんですよ。インターネットが郵送化の時代で、はい、そのくらい昔からもうそういう人いるんですね。そうなんですよ。ですので、実は今起こったことじゃなくて、過去からそういったことが起こっていて、それが手を変え品を変え、どん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 、まあ、進化はしてるんですけれども、そういう状態なんですよ。となると何が起こるかというと、今までの攻撃の仕方とかやり方は変わるにしても、例えばメールを使った攻撃は変わらないですし、もっと多分広がるでしょうし、であと、もう一つは、ランサムウェアのような、完全にお金になるっていう、そのビジネスモデル化が成功しているものは、どん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 ですね、さまざまな攻撃のパターンをですね増やしていく。例えばランサムウェアもデータを暗号化してお金を取るぞって脅すだけじゃなくて、情報を公開するぞと、事前に情報を抜き取って公開するぞっていうこともありますし、うん、もう一つ実は二重脅迫じゃなくて三重脅迫っていうふうに言われていてですね、その乗っ取ったパソコンを使って他のところに攻撃を仕掛けるぞっていう、DDoS 攻撃っていう攻撃の仕方があるんですけれども、つまり例えばですけど、はい、僕がそういう人だ、悪い人だとして、はい、西川さんのパソコンを攻撃し、はい、まずこれを機能しなくさせ、はい、西川さんの、それがまず第一段階ですよね、はい、で第二段階で西川さんの大事なデータを何か奪ってもう公開するぞみたいな、これが第二段階で、はい、第三段階はこの西川さんのパソコンを使って砂山さんを攻撃するみたいな。その通りですね。手を変え品を変えですけれども、一つの端末をどうやっていろいろと使えるかって、そのもう料理職人みたいなもんですよね。一つの素材をどう料理するかっていうのを考えて、クリエイティブクリエイティブでね、クリエイティブ。え、蜷川さんどうですか？先週の話でね、はい、メディアは、もちろんその広告とかでいろんなものが出てるけれども、うん、まだまだその辺のサイバーセキュリティのちょっと被害もそんなに大きくないしっていう話だったんですけど、はい、今みたいなお話伺ってると、今後ありそうな、そうですね、ないとは言えないですよね。そうですね。で、多分各社結構やっぱり責任はあるから、セキュリティ対策を行っているところは多いとは思うんですよ、うん、でせいぜい、あとは昔からよくあるのは、サーバーを落とす攻撃っていうのはメディアはよくあって、サーバーを落とす、はい、機能させなくさせる、うん、そうすると情報を届けられないし広告も出せないのでメディアは困るんですけれど、ただなんか攻撃した方は満足するかもしれないけど、多分なんかね、別に脅迫でもないので、うん、得られるものはそんなになくて気に入らないみたいな攻撃は昔からあることはあるんですけれど、でもきっと那須さん、メディアへの攻撃なんかも考えられますよね、これからは、ね、十分考えられると思います、うん、攻撃者はやはり、例えばインフラ事業者であったりとか、うん、鉄道であったりとか、はい、運輸であったりとか、そういったところはやはり継続的に狙われるわけですよね、うん、でそういうそのライフライン事業者っていう観点でいくと、メディアもその一部になってるわけじゃないですか。メディアはライフラインですからね。そうですね。情報として遮断された瞬間にですね、人間は動きようがなくなってしまうという意味では、やはり貴重な情報源であるメディアは狙われる可能性極めて高いと思いますよね。これね、例えば今
これからの時代は IoT だっていうふうに呼ばれてるじゃないですか、はい、インターネットオブシングスといって、うん、今までは人と人がスマホとかでつながってたわけですけど、今後は物と物がつながる。例えばまあ代表的なのが今後期待されているのが例えば自動車ですよね、はい、自動走行車がもし本当にできると、あれは基本はやっぱりインターネットでつないで車が走る、無人で走るという、はい、無人というか運転手なしで走るという状態になるわけですけど、逆に言うとこういうところにもし未来にサイバー攻撃があったら、はい、例えば突如車が暴走しちゃうとか、まあ、考えたくもないですけど、そういうこともあり得るっていうことなんですか。考えたくはないけれどもあり得ると言わざるを得ないですよね。で、ほとんどの攻撃というのはやはり OS の脆弱性、 OS というのはソフトウェアをパソコンとまあ、を動かすためのオペレーティングシステムってやつですね。そうですね、はい、もうメインとなるソフトウェアなんですけれども、はい、これの脆弱性が疲れて攻撃ってされるんですよね。ということはまあ、自動車にもそうですし IoT 機器にも、はい、OS というものはすべからく含まれていて、はい、それを脆弱性残したまんま誰かがおそらくですね、まあ、バグを見つけるそういう動きをするんですね、うん、でこういうバグが見つかったら何千万で購入しますというそういう実はアンダーグラウンドの売買っていうのがあるんですよ。そこで実際に乗っ取ってで暴走みたいなことは十分シナリオとしてはあり得ることですよね。なるほど、気軽に感染しますね本当にね。いやなんかこういうことやる人って本当賢いっていうか頑張ってるよね。他なんか元気この頑張りをなんかもう少し他のね、世の中を良くすることに使ってほしいよね。稲川さんどうですか、なんか那須さんに質問とか何かありますか。いやさっきから聞いててなんかこう脅迫をするわけですよね、はい、大体どのぐらいの金額をこう要求してくるんですか。なるほど、いい質問ですね。これピンからキリまでなんですけれども本当にピンからキリまでで、まあ、とりあえず3万円ぐらい払えみたいなケースもあれば、まあ、最近だと例えば公開されたくなければ金払えと、でここまでのここまで24時間以内だったらとりあえず500万までで許しますと、だけどここを過ぎたら今度は2000万になります、うん、でここを過ぎたら次8000万になりますみたいな形で以降ありませんっていう、それやって釣り上げるっていうやり方が今してるんですね。これそれでちゃんとお金を払ったら止めてくれるもんなんですか、うん、払わないとビジネスが成立しないので、止めてくれないとですね、うん、ビジネスが成立しないので実際に支払ったら止めてくれると。ただしですね、難しいのがそのビジネスモデル化してるっていう話をしたじゃないですか、はい、そうすると末端のですね攻撃者は技術スキルがないので、その暗号化するにしても二重三重に適当にやってしまって鍵をいくら入れても元に戻せないっていう可能性もあるんですよ、うん、ということ、そうなるとどうしないといけないかというと、まあ、交渉するときには実際に暗号化されたデータを渡して、でこれで復元できるかどうかっていう交渉をするしかなくなるわけですけれども、うん、まあそれで復元されるかどうかっていうのはわからないっていうことと、あとは実際にそれでお金を支払ってしまうと彼らの犯罪を助長させる行為になるから、うん、そうですね、警察とかはもう絶対にこれは払わないでくれっていうふうに、うん、まあ、当然伝えてますよね。なるほど、それを身代金っていうんですか、はい、なんかそのお金以外でどうやって、はい、儲けてるんですか。その身代金以外で基本は収入源は身代金が多いですね。身代金はやはり新たな収入源としてね、まあ、身につけたビジネスモデルの一つなんですけれども、ね、それ以前はやはり不正送金ですよね。まあ、銀行のクリックしちゃって払っちゃう人がいっぱいいたっていう、まあ、今でもやられてるんですよ、で今でもやられてますけれども、やっぱり不正送金で法人機構がやられた場合っていうのは金額がやっぱり相当いくので、ですので、まあ、そこは引き続き被害に遭ってますよね。つまり彼らの技術力が上がってるわけですね。昔は不正送金ぐらいの技術だったんだけど、今は身代金を取る、誘拐することができるようになったっていう、はい、じゃあ逆に言うとこの先の未来は我々が考えてもいないけど誘拐を超えるなんか新しい手口でなんかやってくる可能性もそれは十分あるんじゃないでしょうかね。で例えばもう人の心を盗むっていうことじゃないですかね。
あなたルパン三世カリオストの後ろだと思ったでしょ。あれじゃないから。全員が叫ぶんだと思っちゃう。全員が叫ぶ。そういういい話じゃないから。例えばあの広告一つ取ってみてもそうですよね。その自分が興味関心のあるところにさまざまなあの広告が寄っていくっていうのはもうすでに行われているわけですけれども、これをあのインターネット上で犯罪者が悪用するしようとすると、知らぬ知らぬのうちに自分自身の心がですね、まあ、ハッキングされていくということだってありえるんじゃない、そうですよね。いわゆるサブリミナルみたいで昔話題になりましたけど、いや三輪さん、いよいよメディアがそう考えると、ややもすると未来では悪用されて、知らないうちに例えば特定の思想にこう染まっちゃうとか、あちょっとここにお金払おうみたいな気持ちになっちゃうっていうことが、あの、ありえなくはないってことなんですね、未来で。そうですね。あの、それが正しいことだって間違った解釈で、その情報の流し込みをする可能性だってないとは言えないですからね。いかがですか？ね、特にまあメディアもそうです。SNS ってこうね、何を見てるかわからない。で、どんどんレコメンドされてくるじゃないですか。ああいう、このレコメンドって怖いですよね。そっか。だから例えば SNS も、例えば僕と、例えば、あの、蜷川さんが Facebook でやってるとして、あの、僕は、蜷川さんが例えば僕の発言を見ても、蜷川さんは、あ、入山さんのいつもの発言だなと思って、なんか SNS 見てても、実はそこに何か介在してて、本当は僕が言ってないことを言って、蜷川さんに伝えるみたいなことが出てくる可能性もあるわけですね。そうですよね。もうそういうことは、もう実際に起こってますからね。あの、もう乗っ取っ、途中で乗っ取って、ね、あの、中間者攻撃とかっていうんですけれども。中間者攻撃、はい、あの、そうなんです。マン・イン・ザ・ミドルっていう攻撃。マン・イン・ザ・ミドル。またかっこいい。はい。人が間に入るっていう。はい、その、はい、まあ、要するに、あの、通常のネットワークの通信の間に介在して、そこで情報の閲覧をしたりとか、内容そのものを書き換えてしまうっていう攻撃手法ですね。あの、まあ、インターネットバンキングのサイバー被害では、あの、実際に使われている手口なんですけれども、それを応用する、したのが、入山先生がおっしゃった内容なのかもしれないですね。もう人の心を奪うという観点でいくと、メタバースの世界が来ると、ものすごく、バーチャルリアリティとかね、はい、そういう形で、あそこにも入ってくる可能性があるわけですよね。十分考えられますよね。でも、あの、その辺は、本当に詐欺師が、あの、まあ、メタバースを使って近づいてくるっていう方向ともありますでしょうし、その気がついたら自分が乗っ取られてるっていうケースもあるでしょうし、ですね、そこであの自分が乗っ取られると今度はデジタルコインを引き剥がされたりとかですよね、まあ、今あの、まあ、ゲーム業界では起こったり、あの、たまに起こったりしてる内容です。デジタルコイン、はい、デジタルコイン、まあ、あのデジタル通貨ですね、お金ですね、はい、ですからもうインターネットの世界イコール、あの、そういう詐欺がいろんな形ではびこるというか、サイバー攻撃がはびこるっていうことを前提に生きていかないといけない、そんな時代ですよね。いやー、でもさっきのこう身代金をね、払わない方がいいっていう話もありますけれど、払わないでもなんとかする方法あるんですか？それこそ悪い人もいるけれど、すごい優秀ないい人がいて、俺が直すぜみたいな人はいたりしないんですか？つまりそれを犯罪にあった後でも対抗できるようなスーパーマンがいないかと。結論から言うと、うん、暗号化されたデータは鍵を持ってる人しか直せないんですよ。あの、それぐらい暗号化強度がきついんですね。ただし、そもそもサイバー被害に合わない状態を作ればいいんですよ。で、こういうそのサイバー被害に合わない状態をどん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 作っていくと、攻撃者は諦めますから、彼らが諦めるぐらいしっかりと防御しておくというところですよね。蜷川さん、那須さん、ありがとうございました。いやー、あの、今週も本当に勉強になったね。私も心を盗まれないように気をつけたいですね。そうだね、ここで言う心を盗まれるっていうのはそういう意味じゃなくて、本当に、まあ、これからデジタル犯罪で我々の心が変に操作されないように、いや、考えたこともなかったよね。そうですね、心を盗まれるっていうと、てっきりルパン三世カリオストの城だと思ってたけどね、クラリスかなと思っちゃいました。そういうことじゃなかったっていうことだよね。マスター、そろそろ私が送ったメール見てもらえます？ああ、そう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 。あったあったあった、このメールか。あれ、あ、でもやっぱ
ぱこのメール見たことあるような何何お世話になっております。表題の件に関してつきましては添付のファイルを、うん、うんうんうん、やっぱりこのメール既視感あるな。それでこの添付ファイルだよね。そうです、私の世界を救うアイディアが。世界を救うアイディアね。あれ急にスマホの動きが重くなったぞ。最新のスマホのはずなんだけどな。ああ思い出した、2週間前に綾野からのメール開いてから前のスマホおかしくなったんだ。え、私がウイルスを撒いたって言うんですか。ちょっと見せてくださいそのスマホ。私ですね、これ添付するファイルを間違えたのかも。え、ま、何をどう間違えるんだよ。大体綾野はありえない間違いしすぎなんだよ。この前もアニメ伝説巨人イデオンって聞いて電気屋さんのお話ですかって言ってたけど、それはエディオンだからもうありえないよ。他にもいろいろある。あー逃げた、またスマホ買い替えないと。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、ポッドキャストなどでも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、サイバーセキュリティの今とこれから、出演は常連さん、 J キャスト取締役、インターネットメディア協会理事皆川さと子、お客様株式会社 CISO 代表取締役那須真嗣、マイペースなカフェ店員、文化放送アナウンサー西川彩乃、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。